ついにあのライダーがソフビになっちゃいましたよ。ドゥルーン、仮面ライダーフォーゼイ、全種類で4種類、宇宙服をまとったような姿が印象的な新たな仮面ライダー、謎のスイッチを用いて様々なパワーをすることが可能らしいが、その戦闘力の高さはまだまだ未知数。2011年9月からの復活じゃなくて活躍に期待だ。うわ、あれ、おう、よかった。後ろから見ると何も塗ってねえじゃねえかって思うけど、表からこうです。こんな感じっすね。一応ラムネもついてます。みんなのヒーロー、仮面ライダーフォーゼだ。世界の怪物たちをやっつけるぜ。おめえみたいな米粒に何ができんだよ。なんだと？米粒だと？おめえ米粒だろうがよ。おい、新潟から来たんだろ、バカ野郎。結構仮面ライダーフォーゼ君叩かれてますね。見た目が見た目ですからね。まあ、ドラマを見ないと何もわかんないんで、まあ仲良くしましょう。おいっす。みんなのヒーロー、仮面ライダーフォーゼ、また来週。PDS 株式会社。明日、昔ながらの駄菓子をレビューしまくるんで、明日はレビュー祭りですね。あー、懐かしいなーって思った商品だけ見ていただければもう十分です。もう本当に興味持ったものだけでいいんで。明日はレビュー祭りなんで、うっす。